6連勝で暫定首位に立つ浦和が今季初勝利を狙う野島ステラをホームに迎えました。まず前半8分です。浦和のシーン、清家が落として島田、折り返して清家でした。ただここはゴールキーパー池尻の対応がありました。清家がヒールで落として島田、最後清家でした。次は16分のシーンです。野島ステラ、川島、胸トラップで収めて笹井が打っていきました。ただゴールキーパー正面でした。笹井ちなり右足振っていきましたが、ここは池田が抑えています。浦和27分のシーンです。水谷から島田、そして塩越でした。清家も絡みました。先制浦和です。甲斐さん、素晴らしいシーンでしたね。そうですね、おしゃれですよね。本当にね、返そうかなって思ってたみたいですけどね、本人は自分でシュートを打ちましたよね。素晴らしかったです。そうですね、反転してループシュート、塩越のゴールで浦和が先制です。続いては42分、浦和遠藤優、右サイドからのクロス、ディフェンダークリアするんですが、清家、伊藤、清家のシュート。いや、ここもね、期待がね、のしかかったのかなと思いましたけどね、ちょっとね、ジャストミートしなかったですよね。池尻がここはキャッチをしました。1対0、浦和リードで後半へ折り返します。60分のシーンです。浦和コーナーキックからでした。清家が頭で合わせて8試合連続ゴール記録、 WE リーグの記録を更新です。いや、素晴らしかったですよね。本当立ち会えてよかったですよね。アシストは先制ゴールの塩越だったんですよね、はい、本当に素晴らしいボールと素晴らしいゴールでしたね。密集した中で清家よく頭で合わせました。はい、これで得点ランク1位、13ゴールです、清家。続いてはアディショナルタイム90分プラス2分のシーン、野島ステラ、最後は片山のシュートがありました。ただここは池田が抑えています。浦和対野島ステラのゲームは2対0で浦和が勝利しました。清家紀子、8試合連続ゴール記録更新です。